親父、俺この店継ぐことにしたけ。東京行って郷土愛に目覚めたと。店ば建て増しして同じ空間にカフェを作る。何がカフェ。ありふれた田舎町で巻き起こる騒動の数々。年上の男性が好きなんですよね。え、主犯格の司令軍だ。男よ、町を出よう。どうする安彦。向田さん、いかがですか。千草は沈みかけの船ばい。みんなが仲良く暮らせる町づくりたい。俺たちだって現実が厳しいことぐらい分かっとる。でもなんかやりたいんよ。やっぱりいいよね、昔の友達は。離さんか。負け犬だい、俺は。お父さんのことやったら心配せんでよか。千草じゃプライバシーも遠慮もあったもんやなが。怒って泣いて笑ってみんなと生きていく。向田理髪店。